東京2020大会で活動するボランティア、シティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマは、秋川渓谷とその周りの名所ということで、シティキャストの高山さんより発表いただきます。それでは早速ですが、高山さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。シティキャストの高山よしこと申します。新宿からホリデー快速で武蔵五日市駅まで約1時間。ここ、あきる野には高尾山に負けない豊かで美しい自然の秋川渓谷があり、いつまでも痛くなるような風光明媚で歴史の感じられる名刹が数多くあります。その中で私のおすすめするコースを今日ご紹介したいと思います。まず新宿方面から電車や車で多摩川を越えると景色がガラッと変わり、あきる野市に入ります。東あきる駅を降りると北口から2分のところにここ二宮神社がございます。ここには秋の生姜祭りや2月の節分の豆まき、子供歌舞伎で有名ですが、境内の湧き水による遊水地がとても澄んでいて、亀や鯉、水鳥が遊んでとても美しいところです。踏切を渡って5分のところにある八雲神社も水が東京名湧水57選に選ばれています。ここは水のきれいなところなんです。二宮神社を出て西に五日市街道沿い2分のところにある秋川ファーマーズセンター、ここでは地元の朝採り野菜や果物のほかに、秋川の醤油亀甲子や名産のトウモロコシ、のらぼう、そして、栗を使った製品やお菓子、ブランド牛の秋川牛肉が販売されています。ファーマーズセンターを出て5分のところに都立あきる台公園があります。駐車場は出てすぐにレンガと大理石の豆腐バラ園が現れます。季節には110種類450株のバラの花が美しく咲きます。中央にある400メートル全天候型トラックは昨年再整備されたばかりで美しいラインです。貸切仕様のない日には一般や学生の練習場所として無料公開されています。どなたでもお使いできます。周囲には春にソメイヨシノ、雪柳、花水木、木蓮、口なしの花、山吹、ツツジなど、夏にはアジサイ、サルスベリ、バラ、秋はイチョウの大木とケヤキ、モミジの紅葉、冬の皇帝ダリア、ネモフィラがとても美しく咲きます。トラックの横にはジャブジャブ池があり、その噴水で夏には子どもたちが水遊びを楽しめます。トラックを望む八角形のパーゴラ、この展望台からは田園風景の中、西には秩父や奥多摩の山、富士山、西南にサマーランド、高尾山、丹沢山系、そして大山が見られます。芝生の広場から背景の山とのコントラストがほっとする景色を見せてくれます。この芝生の広場では4月から11月土日祝日にバーベキューが持参できます。北側にある野草園は一年中涼しくて、カブトムシ、クワガタ、セミや多くの野鳥が見ることができます。私はこの場所を犬とよく散歩します。公園内全体がほっとする場所です。あきる台公園を出て五日市街道から411号へ南へ5分のところに秋川沿い東京サマーランドが見えてきます。市に日本最大級の流れのプールのある遊園地ですが、ここの見どころは景色にもあります。春の桜ソメイヨシノとしだれ桜のコントラストはとても見事で、特に大駐車場のあるアジサイ山斜面は見事です。
山の斜面を利用した6月のアジサイ、秋の紅葉は目を奪われるほどの景観です。また秋川の対岸にはリバーサイド一の谷がございます。家族連れで水遊びやバーベキューができ、浅瀬で広い空間なので観覧車を背景に、夕日がとっても綺麗です。サマーランドから秋川沿いに山田大橋を渡り10分、武蔵五日市駅からだと歩いて15分のところに名刹大彼岸寺がございます。ここは800年間一度も火災に遭っていないので、お寺には歴史が感じられる見事な彫刻や天井絵が残っています。1191年源頼朝の命により平山末重が建立した真言宗武山派のこのお寺では、本尊は大日如来です。私がこのお寺に惹かれたのは、1623年川で鮎釣りを出された仙台藩主伊達政宗がこのお寺を訪れたその理由にあります。なぜかというと、後に政宗から送られたという手紙、白萩白書の包みの裏に、大彼岸寺の15代目住職周遊は伊達照宗の末っ子で政宗の弟であると記されているというのです。側室を持たなかった父照宗、歴史上では母、吉の策略で政宗を失脚させる謀反を企てたとして、政宗が弟小次郎を殺害したとされています。しかし伊達家の家系図には跡取りとなる男子は政宗と小次郎しかいません。そこでもし政宗の身に何かがあればお家が断絶してしまうという危機で、そこで建前上は成敗したということにして、密かにこの寺に預けられたというお話なんです。弟のことを心配して訪れたのかなって私は思いました。それで、この話を聞いた後に私の政宗に対する考えが180度展開しました。政宗が好きになりました。周遊が小次郎だったのか、あるいは謎の側室の子であったのかは謎ですけど、何かロマンを感じませんか。ここにはまた四国88箇所を巡礼できるお遍路があります。これがお遍路の一つの仏様ですが、88の石仏が境内にあちらこちらに置かれていて、楽しく探して歩くのが私の楽しみです。またピンコロ地蔵様が本堂の右横に鎮座されています。ぜひ訪れてみてください。大彼岸寺から車で9分、武蔵五日市駅から車で7分、小高い丘の上に光徳寺があります。1373年創建、臨済宗建長寺派のこのお寺は2つの山門が素晴らしく目に留まります。見どころは秋の2本の大銀杏と、中門のコントラストです。間に真っ赤なもみじが入り、敷き詰められた黄色の銀杏の葉の絨毯に思わずため息が出ます。本堂横の池のもみじの紅葉もとても素敵なんですけど、私は春モリアエアオガエルの卵が、泡がこのぐらいなんですが、木の枝に見られるのがとっても面白いです。生まれたオタマジャクシは木からポトリと池に落ちるんだそうです。天然記念物の大花屋や手紙の木として使われていたタラ用の木が注目のポイントです。光徳寺から車で10分、徒歩35分のところに光源寺がございます。足利尊氏の命で1334年創建されました。東京都の天然記念物の樹齢400年を超える山桜が有名ですが、
私はそこから見える山の風景がまた素晴らしいで、ここがおすすめです。境内には武蔵塚市七福神の大きな布袋様があります。この高原寺へ向かう途中に黒茶屋という懐石料理店の看板が見えてきます。築300年の庄屋屋敷を改築した建物で、水車小屋もあり、お庭は必見です。本当に素晴らしいです。私はよく入り口の売店でお弁当を購入して、それを持って川沿いのテラス席で食べます。ここは2019年の台風19号で被害に遭って、昨年春リニューアルオープンしたので、とても新しくて綺麗です。こんな感じですね。はい、ここのテラスの秋川渓谷の眺めがとっても素敵なんです。川から風が、夏も涼しく、とても居心地がよくって、ほっとする、心が落ち着く場所です。シラサギやトンビが時々鮎を取りに川辺に訪れて、川辺では子どもたちが水遊びをしています。私は南アルプス八ヶ岳天然氷のかき氷、これと、秋川おやきが好きです。黒茶屋からさらに左奥へぼんぼり川を登っていくと、車で2分、徒歩では20分ぐらいのところにギャラリーネオエポックと地中海レストランメリダというのがあるんです。あきる野に来たアーティストたちが作った手作りのアートギャラリーとレストランです。この建物はとてもユニークで、必見だし、彼らの作った作品が展示販売もされています。黒茶屋から車で8分、バスで14分西に瀬音の湯があります。右手前の石船橋からの風景は必見で、特に春の桜の時期、秋の紅葉の時期は見事です。渓谷の十力ランドで遊んだ後、足湯や温泉に浸かるのはとても気持ちがいいです。ちなみにお湯はトロトロの美人の湯です。こちらに、宿泊施設もあって、泊まったり、することもできます。ここの33号線沿いに3分のところに五日市工房が見られます。ここでは陶芸、軍用紙という、和紙作りができたり、和紙染めの体験ができます。瀬音の湯からさらに西の、檜原村の専属あたり、北秋川までの風景がこれですね。また、数年に一度全面凍結するホッサーの滝、これもおすすめです。ここは、入り口から滝までの距離が徒歩15分で、子供連れでもとても気持ちよく歩ける場所です。ぜひおすすめします。このように東京都心とは全く違う美しい自然の風景を見せてくれる秋川渓谷へ、コロナ収拾の折はぜひ訪れてみてください。ありがとうございました。高山さん、はい、秋川渓谷とその周辺の魅力が詰まったプレゼンテーションありがとうございました。ありがとうございました。早速ですが、いくつかインタビューをさせてください、はい、まずは改めてとなりますが、はい、高山さんより自己紹介をお願いしたいです。はい、自己紹介の際、これまでのボランティア経験や、はい、今回のプレゼン企画にご協力をいただいたきっかけについても交えてお話をお伺いできればと思いますが、はい、お願いできますでしょうか。はい、わかりました。はい、シティキャストの高山です。2011年の東北震災の時、初めてピースボートの災害ボランティアに参加して、そこで熱心に働く日本各地からのボランティアや外国人の多くのボランティアの熱心な姿勢や、そのエネルギー、優しさ、そして前向きさ、地元の人たちの優しさに触れて、ボランティアっていうのは人のためにするだけじゃなくて、
自分がとっても幸せになれるものなんだなって思いました。それで2013年東京2020オリンピックの誘致が決まった時、たまたま私のダンスの先生が、バックグラウンドで、誘致ダンスの披露をしました。そのパフォーマンスがとても素敵で感動しました。そして、私も、スポーツ好きだということがあって、その時ぜひオリンピックのボランティアをやりたいと思いました。で、東京の観光ボランティアとして、登録をし、英会話を習い、武蔵五日市駅周辺で外国人を、おもてなしするボランティア、のらぼう団にも、加入しました。ところが、2年前のコロナの発生で、活動が中止されています。その上に、今年の6月緊急事態宣言で、シティキャストのラストマイルの仕事すべて中止になってしまいました。もう私の体の力がすべて落ちてしまいました。なんとかオリンピックのボランティアをできないものかと考えているところに、世界204カ国の国歌を歌うプロジェクトというのが東京都の方からありまして、それに参加しました。そうしたらとっても感動しました。そして、あ、こんなことができるんだって自分で思いました。その後このお話があって、人前で話すのが苦手で、インタビューなんかとってもできないって思ったんですけど、あと IT も苦手で、こう画像を送りするのも大変な私だったんですけれど、今まで経験をしたことのないことに挑戦してみようかなって、そういう気持ちになりました。それで何もできないと思っていた最後の最後に、このようなボランティアをさせていただけてとても感謝しています。ありがとうございます。今日実際にプレゼンやってみて、はい、感想いかがですか？とても緊張しましたもう間違えてばかりでいやでも秋川渓谷とその周辺の、ね、魅力を、プレゼンで発表いただいたわけなんですが、はい、今回のプレゼンのテーマ、はい、秋川渓谷とその周りの名所ということで、はい、東京の魅力発信という大きな括りの中で、はい、こちらのテーマを選ばれた理由をお伺いしたいです。はい、東京といえば銀座、浅草、新宿、六本木、上野、そういうところがすぐに思い浮かぶと思うんですけれど、そういったあたりはもう皆様がご紹介なさってて、もう周知の場所です。ところが日本人にしても外国人にしても、東京にこんな素敵な場所があったんだって気づいていただきたいなって思って、この場所を選びました。まあ、秋川渓谷、その周りの名所、まあ、このエリアは、はい、高山さんの、まあ、地元というかおなじみの場所なわけですよね。そうですね、はい、出身ではないんですけど、うん、30年間住んでいます。そうなんですね、はい、ここからはプレゼンの内容についてお伺いしたいと思います。はい、まずファーマーズセンターご紹介いただきましたが、はい、その時に写真で、はい、のらぼうというのがあったんですが、はい、あれはどういったものなんでしょうか？はい、外見は菜の花にそっくりです。12月の終わりから3月あたりまでの野菜なんですけれど、味はもう少し淡白で、子どももその匂いとか気にせずにマヨネーズをつけておひたしで美味しくいただける野菜です。私もずっと東京なんですが、この野良坊って初めて聞いたんですが、あ、そうですか。あのエリアでは有名というか、そうですね、五日市秋川は羽村あたりでは売ってるんですけど、他で見たことはないですね。はい、高山さんのお宅でも召し上がられるんですか？はい、うちの近くの農家の方がよく犬の散歩に行くと持ってくかってくださるんですよね。いいですね。はい、もういっぱいできるみたいですね。はい、そしてお醤油、はい、有名なお醤油もあちらで手に入れることができるんですね。はい、そうですね、はい、五日市の駅の近くに、うん、吉光号という老舗がありまして、
とてもあの美味しい塩分の少ないあのお醤油があります。これをよく使います。うん、まあ、あのそういった地場産のものが、ね、手に入れられるという、はい、ああいうファーマーズセンターすごく魅力ですよ ね。 そうですね。たくさん結構お客様はいらっしゃってるんですか？はい、結構午前中はもうとても多くの車が止まっていて、うん、よくあの新宿とか世田谷のナンバーの車も止まってます。私の知り合い、公園で知り合った方なんかは、新宿からわざわざ毎週お子さんを連れてきて、あきる台公園へ行って遊ぶっていう方がいます。あきる台公園 の、 あの芝生の広場からの山の風景が秋田に似ているっていうことで、とても落ち着くっておっしゃってました。あ、そうですよね。今ね、ありました、あきる台公園も、はい、本当にこう、まあ、あのスポーツができるトラックがあったりとか、はい、バーベキューができたりとか、はい、そして春夏秋冬、まあ、いろんな植物お花が楽しめたりとか、本当に春夏秋冬老若男女が楽しめる場所ですよね。そうですね、はい、あの大きさも適当で、もう一日ゆっくり楽しめる場所ですね、はい、そしてあの大悲願寺、はい、ね、お寺をご紹介いただいた時に高山さんが、はい、伊達政宗の印象が、はい、180度変わりましたっておっしゃったんですが、これはどんな風に変わられたんですか？はい、実は私歴史ドラマで、うんうん、伊達政宗が、母よしの策略で、あのお家が二分されるようなことになりそうになった時に、それを止めるために弟を殺害したっていう、うん、そういう史実になってるらしいんですけれど、あの兄弟を殺すって、あのその当時のね、武将のうちではよくあったことですが、あ、なんて残酷な人だなっていうイメージがあったんです。うん、ところが、あのやっぱり家の断絶のこともあるんですが、弟を殺さずにあそこのお寺に預けて時々会いに行ってたんだなって思うと、うん、あ、この人は本当は優しい人だったんだなってそう思ったんです。なるほど。それがその大悲願寺を訪れて、その歴史のお話を聞いた時に印象がガラッと変わった。変わりました。はい、そしてあのその大悲願寺は、はい、その四国の88箇所があそこでできてしまう。あ、そうですね、巡礼 の、うん、あのお地蔵様がこうずっと88個あって、うん、それもこういろんなところに置いてあるので、そこを一つずつ探しながら歩くのはとっても楽しいです。へー、四国のね、88箇所本当に行こうと思ったら結構時間もかかりますけれども、ね、大悲願寺に行けば、そうですね、半日くらいで、うん、2時間ぐらいで、あ、2時間ぐらいで回れます。いいですね、はい、うん、なるほどなるほど。今回ね、たくさん、はい、あのいいスポット見どころをご紹介いただいたんですが、はい、この中で、はい、高山さんが一番おすすめな場所ってどこでしょうか？あ、個人的には、うんうん、黒茶屋からの秋川渓谷の景色がとっても落ち着くんですね。はい、とっても綺麗だし、うん、子どもたちも遊べるし、うん、でもう一つかき氷、はい、南アルプス天然氷のかき氷、うん、これは気に入ってます、うん、はい、それからちっちゃなお弁当があるんですけど、はいはい、あそこは老舗なので、うん、お料理はとってもお高いんですが、お弁当はあのとっても綺麗で、はい、女性に向いてます。もうぜひ行ってください、うんうん、とても喜ばれると思います。どんな風なお弁当になってるんですか？足出し弁当のようなものなんですけれど、あの黒茶屋の、おすすめのお豆腐、はあ、ごま豆腐がとっても美味しいんです、うんうん、あとあの女性が喜ぶような色とりどりの可愛らしいお弁当になってまして、うん、味もとてもいいです。で景色も良くて、はい、もう見た目も味もいいお弁当も楽しめる、はい、一押しですね。そうですね、うん、はい、なるほど。プレゼンの中で伝えきれなかった内容や、はい、今一度 PR したい内容があればぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか？はい、まだたくさんの、神社仏閣、面白い撮影ポイント、面白いレストランなんかありますか？例えばマイクロミニ豚の触れ合いができる、喫茶レストランとか、マイクロ
ミニ豚。はい、このぐらいの豚ですね。出会えるんです、うん。そういうレストランとか、あとあのジェラートが蜂蜜たっぷりで作ってあるんですけれど、そこに好きな蜂蜜をかけて食べる蜂蜜レストラン、はい、これも面白いです。はい、あと渓谷の中に、はい、鍾乳洞とか、滝も数個あります。それも一つ一つ綺麗な滝なので、10分間の中でとても紹介できなかったので、ぜひ何度か秋川の方へ訪れてください。もう本当におっしゃるように、なんか1日では回りきれないなって思うんですが、はい、なんか宿泊場所もねありましたよね。そうですね、はい、たくさんあります。あの、うん、ロッジとか、うん、瀬音の湯のところのロッジは、うん、下の十力ランドで遊んだ後、無料の足湯がありますし、温泉も入れますし、うん、レストランも、外部から来た人もレストランを使えるんですね。だからあの宿泊しなくても入れるし、うん、ロッジで2階建てになってるんですけれど、とっても家族が、くつろげるロッジになってますので、そこで泊まっていただいて温泉に入っていただくのも楽しいと思います、秋川渓谷って、はい、ちょっとどうしても車じゃないといけないのかなっていうイメージがあるんですけれども、電車だけでもそれなりに楽しめたりしますか？そうですね、うん、今日ご案内した中で、発沢の滝まで行くとやっぱりバスで結構30分とかかかるんですけれど、うん、それでも五日市駅のところから、うん、バスが何本か出ておりまして、お寺はやっぱり車がないとちょっときついかなとは思いますが、うんうん、駅から歩いて30分ぐらいのところにありますので、はい、だいたい瀬音の湯とか五日市工房、あと数箇所の面白い場所はバスでなんとか行けます、うん、なるほど、はい、じゃあコロナが明けたらぜひね皆さんに来ていただきたいですよね。さあそれでは最後にこちらの映像をご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい、五日市の駅には野良ボーナーをはじめ、ベテランの秋川観光協会のボランティアがいます。ぜひ秋川に訪れて秋川渓谷を見ていただきたいと思います。週末皆様をお待ちしておりますので、コロナの収拾の折には秋川渓谷を何度でも訪れて私たちにぜひ声をかけてください。よろしくお願いします。高山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。